はい、どうも、ティカです。はい、というわけで今回は8月25日登場 TS 第6弾12名能力チェックやっていきます。はい、というわけでね、8月25日にね、登場はしたんですが、まあ、8月25日はね、もともと予定していたメンテナンスが1時間伸びたり、夜の9時10分から緊急メンテが16時間あったりとね、登場した後すぐにね、いろいろあった TS 第6弾ですが、今回に関してはね、ガチャシステムが20連40連で TS 確定となってます。というわけでね、例年の TS 第5弾のガチャシステムで登場しています。で、イベントに関しては、には総選挙が来ていますというわけで、例年のね TS 第5弾と TS 第6弾が入れ替わった形となってます。というわけで今回は TS 第6弾12名能力チェックやっていこうと思いますが、その前に今年は年内チャンネル登録者数5000人を目標に活動していますので、ぜひとも応援の高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは能力チェックやっていきましょう。どうぞ。はい、というわけでまずは阪神福原選手です。福原選手2年ぶりの TS 登場となってます。で、能力の方が9位から77、75、75の称号で9位制球同値や9位 A スタミナ A が狙えます。で、投石性が先発メインで突後で中継ぎ可能です。で、球種に関してはこんな感じとなってます。まあ、B 球種がねもう一つあればね結構リーグ的にありがたい投手でした。で、特殊能力は超対ピンチキル打たれ強さとなってます。というわけで福原選手に関してはね、2019年2021年とね TS2 回登場してるんですが、2019年は先発、2021年は中継ぎ査定で登場していました。で、今回に関してはね先発査定で登場したっていうところで、初登場のね TS と同じ査定で登場しています。まあ、なのでね、前回の中継ぎバージョンだとデフォルトで QA だったんですが、今回に関してはね称号が必要となってます。で、球種に関してもね中継ぎ適正のものの方が多かったです。まあ、ただねスローカーブの変化量がね1段階上がって5になってるんで、ここにね超対ピンチ発動すればね変化量7のスローカーブが出来上がります。で、今回ね福原さんの査定がね、査定年度変更から変更前に戻ったっていうところで、阪神純正的にねこの査定年度の再変更っていうのは、今後の OB でねあの OB 選手の査定がね強い時に戻る可能性もあるっていうところでね、今回福原さんが査定年度戻ったっていうのは今後に向けてね結構嬉しい修正かなと思います。ちなみにレアリティを TSOB のみに絞った場合、おそらく査定年度が戻ったっていうのは今回の福原さんが初めてだったはずです。続いて TS 初登場、巨人宮國選手です。9位から72、72、72のデフォルトで全同値となってます。で、巨人版に関しては2018リルツに通常S ランク出てて、そことの能力比較としては球威がプラス1、制球がマイナス1、スタミナがプラス8されてます。で、投石性が先発メインで突後で中継ぎ可能です。で、球種に関してはこんな感じとなっていて、通常で出た時はねツーシーム持ってて通信フォーク持ちだったんですが、残念ながら上ツーシームは持ってません。で、特殊能力が援護安定感打たれ強さとなってます。というわけでね、前回登場した時は超対ピンチだったんですが、対ピンチすら持ってませんというわけで、まあ、どちらかというとねリーグ向けの投手になるかなと思います。続いて2年ぶりの TS 登場、広島そよぎ選手です。弾道中弾道でミートが78、71、77の称号でミート A かミソード落ちが狙えます。で、このそよぎ選手に関してはね少し面白くて、オビちゃんで登場した時はねパワー69だったんですが、前回の TS でパワー70になって、今回の TS でパワー71になるというね、登場するたびにパワーが1ずつ上がってる選手となってます。で、守備適性がショートメインで B の79なんで特殊で A の80可能です。で、突後でセカンドも可能です。で、ウラン酸性が補給か61、67、60となってます。で、特殊能力がチャンスメーカー流し打ち盗塁となってます。というわけでね、広島純正で二遊間 AA 組みたい人はねこのそよぎ選手必須なんじゃないかなと思います。続いて2年ぶりの TS 登場、中日関川選手です。弾道低弾道でミートから81、61、72の完全ミート型のデフォルトでミート A となってます。で、守備適性がセンターメインで C69 段で特殊で B70 が可能です。で、突3で両翼可能です。で、ウラン酸性が補給から58、65、69となってます。で、特殊能力が超チャンスメーカー、アベレージヒッター、走塁というわけで、前回登場から一切変更ありません。続いてプロスピアス登場、オリックス小林選手です。9位から73、72、66の称号で9位制球同値が狙えます。で、投手適性が抑えメインで突なしで中継ぎ可能です。で、球種がこんな感じとなってます。で、特殊能力が長期で安定感要所となってます。続いてプロスピアス登場、ソフトバンク若田部選手です。9位から73、76、74の称号で9位制球同値か制球スタミナ同値が狙えます。で、投手適性が先発のみで球種がこんな感じです。で、特殊能力が超打たれ強さ、コントロール内角となってます。続いて西武版 TS 初登場、西武石井選手です。9位から73、62、72の称号で9位スタミナ同値が狙えます。で、ヤクルト版との能力比較としては9位がマイナス9、制球がプラス2、スタミナがマイナス7されてます。で、投手適性が先発のみでヤクルト版と違って中継ぎ適性はありません。で、球種に関してはこんな感じで、ツーシームフォーク持ちとなってます。で、特殊能力が超援護伸び荒れ玉となってます。というわけで、西武純正で先発困ってる方に関してはね獲得しに行った方がいいんじゃないかなと思います。続いて3
年ぶりの楽天版登場、楽天斎藤選手です。9位から76、63、58の完全9位型です。で、投手適性が中継ぎメインで突後で抑え可能です。で、球種に関してはこんな感じで、ツーシームフォーク持ちです。で、特殊能力が超タイピンチ、安定感、打たれ強さとなってます。というわけで斎藤さんに関してはね、2回連続横浜で出てたんですが、今回ね楽天に来たっていうところで、リーグ的にはね横浜の方が強いですが、リアタイ的にはね楽天の方が強いかなと思います。続いて3年ぶりの TS 登場、ロッテ大松選手です。弾道高弾道でミートが66、78、60の完全パワー型の称号でパワー A が狙えます。で、守備適性がレフトメインで突4でライト可能です。で、裏の3世が補給から47、42、54となってます。で、特殊能力がチャンス、パワーヒプルヒとなってます。というわけで能力変更はありません。続いて2年半ぶりの登場、日本ハム片岡選手です。弾道ラインドライブでミートが78、73、65の称号でミート A が狙えます。で、前回登場した日本ハム版だとね、ミート77だったんで、称号でね、ミート A、神パ、同値が狙えたんですが、今回でミート78になって、ミートとパワーの差が5になったんで、完全ミート型となりました。というわけでね、ここに関してはね、リーグ的には結構痛い修正かなと思います。で、守備適性がサードメインで B の73で、トッツ3でファーストに置けます。で、裏の3世が補給から60、58、63となってます。で、特殊能力が選球がラインドライブチャンスとなってます。というわけで、まあ、今回の TS の中だと、12球団的にはね、一番の当たり選手となってます。続いてヤクルト川端選手です。弾道中弾道でミートから83、68、74の完全ミート型のデフォルトでミート A となってます。で、守備適性がサードメインで、トツ4でファースト、ショート、トツ5でセカンドに置くことができます。で、裏の3世が補給から50、53、58となってます。で、特殊能力が超阿部比、流し打ち、片目打ちとなってます。というわけで、前回の TS から能力変更はありません。で、今シーズンに関してはね、通常 S ランク出てて、通常 S ランクに関してはね、低弾道なんで、リアタルで使おうと思ってる方に関しては TS の方がいいです。あと、リーグでミート A のコンボがね、欲しい方に関しても、この TS の方がいいです。またね、ミート総力どっちとかをね、出したい方に関しては、通常だとミート総力どっち狙えるんで、通常の方がいいです。最後は4年ぶりの登場、横浜春選手です。弾道中弾道でミートが78、72、76の称号でミート A が狙えます。で、守備適性がセンターメインで、突なしで両翼可能です。で、裏の3世が補給から74、77、76となってます。で、守備が積極です。で、特殊能力が超片目打ちチャンス連打となってます。というわけで、打撃も考慮するとね、やっぱり片岡さんがね、今回の TS の中では一番かなと思いますが、まあ、表の3世とかね、守備とか裏捨て、守備積極とかもね、考慮すると、まあ、この春さんもね、今回の TS の中では当たりの方かなと思います。はい、というわけで今回は8月25日に登場となった TS 第6弾12名能力チェックやっていきました。いかがだったでしょうか。で、今回ね、40連で自チーム確定のガチャシステムで来てるんですが、今回の TS でね、欲しい選手がいない方に関してはね、この TS を引くよりかはこっちのね、福袋の方を引いた方がいいかなと思います。こっちの福袋に関してはね、40連で自チーム S が2回確定、かつね、確定外から S 出ても自チームなんでね、めちゃくちゃ美味しいガチャとなってます。で、今回のね、TS 第6弾に関してはね、40連で自チーム確定でね、取れるっていうね、ガチャシステム的には優しい仕様なんですが、そんな中にコロナ禍一発目、3年前のね、2020年 TS 第1弾で登場した大松選手と川端選手がいるっていうね、あのコロナ禍最初の TS 第1弾ターニングポイントのね、地獄のランキングで登場した2人がね、今回こんなサクッとね、40連引くだけで取れるっていうね、なんとも複雑な気持ちになる TS となってます。というわけで、もしよければ今回の TS 第6弾で皆さんが欲しい選手いましたら、コメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今年は年内チャンネル登録者数5000人を目標に活動していますので、今回の動画参考になったなと思ってくれた方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターもやっていますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。